日本の良さをコロンビア人の妻に伝えたい。そのために今日は特別に日本の美しさ、考え方、歴史、文化、いろんなもの、美味しさ、いろんなものを含めて楽しめる場所に連れてきました。それでは皆さん、Join us! 今日実は萩で僕の仕事があったんですけども、せっかく萩に来るならじゃあ観光ツーリングしようってことでね。 Yeah, might as well enjoy you guys. 来てます。今日のプランは萩、そしてツアーの、そして山口市に帰るプランを予定しています。今いるのは松陰神社というところです。萩といえば歴史ですよ。見てください、これ。 So, I love the Victory Gate. 皆さん、この前ワミギザにいたんですね。ここもユネスコの場所です。ユネスコ多いね。山口県はかなりユネスコがいっぱいあります。そうね。 I mean, it's our mission to discover all of the UNESCO places.松下村塾は吉田松陰先生、吉田松陰という人物を祀っている神社です。吉田松陰という人がどういう人かというと、すっごい頭良かったんですよ。なんとですね、本を…頭の良い？あ、俺の方がちょっと頭いいかもしれない。なんとですね、小さい頃から本ばっかり、暇さえあれば本を読んでたらしいです。で、そのおかげですっごい頭良くなって、もう9歳ですよ。9歳で学校の先生になってたらしいですよ。それはすごいね。すごいね。まあ、俺は8歳で先生になれたかもしれない。それはどうかな。すごい人気のかさみくじを引かさせてもらうことになりましたよ。俺知ってる？これ知ってない。大きいのしかない。ごめんなさい。いいですか？To test your luck. Really? はい、ありがとうございます。これ OK。 じゃあこれです。ありがとうございます。傘の形をしたおみくじです。すごい珍しいです。どうやって開ける？これ、運が開くって書いてます。どうやって開けた？立てこま？ Just pull it. 傘を開きます。すごいね、これは。すごい綺麗。わお。お、DT、お、やべ。あれ、どこに行っても楽しい。どこに行っても楽しい。はい。Dream come true.わあ、いいね。うまいですね。僕は半分日本人なんです。あ、それで。そうなんですよ。で、僕はですね、まさかの大雨って書いてますもん。ひるくる僕。12番、オリは3番で雲って書いてますね。旅行控えよ。え？控えって何？控えよ、サブディヌボヤジパ。え？でも今から旅行します。そうですよ、健康気になったら医者にかかる。なんだかあんまり良くないですね、僕の結果は。So, this is the first time ever I get omikuji. Believe it or not. What about you? 初めてだよね。俺はね、昔小さい頃やったことあるかもしれないけど、ね、覚えてないぐらいやったことないです。すごいですよ、これ。Yeah, I think I've never seen these in any places. You normally see the regular omikuji, yeah, the paper, like paper ones. Yes. Yeah. Mine will go right here. Kaito はどこ？私の近い？俺は檻を守ってあげないといけないから。これに穴を開けて。はい。じゃあ、檻につなげるわ。I think they look pretty cute there. いいね。昔の人はすごいちっちゃいね。このドア見て、高さはあまりないね。本当だね。160センチぐらいしかなかったね。I love this place. 縁側？縁側。まさかの吉田松陰先生の家でくつろいでます、檻が。So comfortable here. いや、見てくださいね。The floor starts from here, but right here I'm almost like the limit. そうね。Look at this space. I mean, it's so cool. Like, yeah, for very short people, I guess. 吉田松陰が言った言葉で僕が大好きな言葉があります。学問とは人間はいかに生きるべきか、いかにあるべきかっていうものを学ぶことであると。素晴らしいですよ。そんなね、勉強ばっかりしてちゃダメですよ。数学をやることだけが勉強じゃないんですよってことですよ。さあ、オリちゃん。今からすごいよ、楽しいよ。何？どこに行く？お団子をまず食べます。おり、お団子大好きだからね。大好きだよ。久しぶりね。久しぶりだね。そう、大好きだけど、そんなには食べてないね。うん、八王子に行って以来じゃない。
そう、多分ね、あ、そう、in Hachioji there was this traditional dango shop. そうそうそう。And that's when I started, when I discovered my love for a dango. 上院団子です。名物。こんにちは。お団子一つお願いします。ありがとうございます。350円です。ハニちゃん、柚子の味があるらしいよ。え、団子？うん。ありがとうございます。暑いですね。暑いんですよ。今からいいですけどね。確かに。そうそうそう、今までは大変でしたね。大変でしたよ別の人が立ってました、うん、タイミングがいい。萩で採れた柚子で作ってるんですよ。萩有名なんですか、柚子で。柑橘系が割と有名なんで。はい、お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、よし、おいしい。うわ、ちょっとすげえ食いて。うん、本当にこれは本当に皆さんナンバーワン。うん、ゆずおいしい。ゆずおいしい。ゆずの味噌って言ってたね。うん、うん、yeah, makes the taste even better of the miso paste。俺食べる？食べたい。うん、あげない。全部じゃないよ。どう？うまい。これ本当に美味しい、皆さん。俺がやっぱ欲しい。やっぱ皆さん、やっぱ is in Colombia, whenever you buy something at a shop, souvenir shop, or even kakigori, you always get a little extra for free of something. Some extra topping. So in this case, I want some extra miso paste. ゆず味噌ペースト？ゆず味噌ペーストにゃっぱ。サービスね、にゃっぱ。にゃっぱ。これね、ここはないからね。皆さん、新しいスペイン語を覚えましたね。にゃっぱ。さあ、松陰神社、楽しかったぜ。いつも学びをありがとう。よかった、このところ一番良かった団子。今まで最高に美味しい団子。柚子 it's really 美味しい。俺好きだね、柚子本当に。今から行くのはここからもう本当に10分ぐらいのところで萩の城下町があります。前回来た時は城下町ちょっと歩きましたけど、全然見切れてないところいっぱいあると。そうね、 we only walk like for a couple of meters。そうそう、船のところに行くまでだけの。すごい楽しかったね。船楽しかったね。これ右側に見えるのが学校です。昔の明林館だっけっていう名前の。明林館はさっきの吉田松陰が教えてた場所です。さあ今から城下町に向かいます。見てください、景観のため道路標識ありません。暑いね、おりちゃん。すごい暑いね。But it makes me happy because we're soon going to the ocean in Shimane. もうちょっとですよ。もうちょっとね。城下町に入ってすぐ見つけましたよ。高杉晋作と伊藤博文がちっちゃい頃に勉強してたお寺です。Well, I mean, nice place to study, I would say. 皆さんすごいですよ、見てくださいこれ。今いるのがここでしょ、木戸孝允、田中義一元首相、高杉晋作の家があって、高杉晋作が生まれた家が、すごいですよ。 Guys, even in this old town, UNESCO だよ、 we have a bike shop over there. すごいね、面白いね。いいね。どこでもバイクあります。昔の建物がそのまま残ってますね。これは誰か住んでる今？いや、あ、住んでるね。住んでて、ここでほら、いろいろ焼き物を売ってます。あ、ね、あ、今日はやってないね、うん、ガラスがあったり。あ、これ有名ね、萩木ガラス、うん、ここ、菊屋横丁っていう道になるらしいです。結構有名な道みたいで、日本の道？道道何？100です、トップ100ですよ。ああ、ほんと。またトップ100ね、いつもトップ100。日本トップ100に選ばれた道らしいですよ、ここ。後ろ壁があって、すごいやっぱ綺麗ですね。10月1日から10月10日までの間に着物ウィーク in 萩というものがあります。ぜひ見てください、皆さん。
皆さんぜひ来てください着物をなんと着てるといろんな飲食店での割引があったり写真をなんか無料でこうくれたりしてくれるみたいですよ。すごい、ね、私たち一回やったことあるね着物、うん、着物着たことありますね。 それ人生で初かもしれない楽しかったです。そして10月の8日から10日までは竹灯籠物語というものがあるらしくてですね、竹の灯籠で城下町がすごい綺麗に飾られるらしいです。しかもプロジェクションマッピングまであるらしいですよ。これすごいね。すごい行きたかったけど僕たちもしかしたら旅に行ってて来れないかもしれない。そう。けど皆さん来てくださいね。新作高杉誰だ高杉晋作です。高杉晋作もすごい明治維新を起こした。そうですよ、騎馬隊とかで有名な人ですね。のなんと生まれた家です。すごいですよ。おりこの人だよ、高杉晋作。この感じわかる晋作高杉さんはこの人です。俺のイメージだともうちょっとかっこよくなかったような気がするけどの一回もない。ただ友達が確か浅草でこういう会社をやってる。言ってるね。うん。まあいつかやりたいねこれ。人力車。コロンビアでこのビジネス始めようよ。コロンビアはいつも馬ね。ああそうね。馬と the carriage on the back, especially in the city Cartagena, which is really beautiful. いいよね。It's very popular, but I don't know. I mean, Japanese 強いね。Because I mean, carrying two people, it mustn't be easy, right? Hagi is a town full of surprises, you guys. The dango especially, I love it so much. 気に入ってたね。歩くだけですごい気持ちいい場所ですよ、ここ。そうね。今からもう早く何か食べるね。うん、食べます。そしてあとはツワノです。Yes! 行っちゃうぜ、ツーリング。じゃあ今からツワノに行きます。カイトついてに行きます。OK、ついてきて。明林館、ここです。これ松の木が綺麗です。松の木と向こうの森とそしてこの風情のある建物、これ中もすごい綺麗なんですよ。そのうちいつか紹介したいと思います。ツワノです。ツワノまっすぐ行くとツワノ、あ間違えた、ここか、右です。降りいいね、山が綺麗だねやっぱり。 Yeah, it's like we're going into the mountain. いつも同じこと言ってるような気がするけど山綺麗ですよ。そうねお団子良かったね、オリ。わあ、お団子も一回食べたいね。もう一個食べたい。I'm really happy to find those type of things because it's like when we travel, you can eat anything, right? There's always like meat or fish or something that I don't eat, so it's always difficult for me to try new things. そうだね。じゃあオリ、まだ食べれる？食べれる、オリまだ。じゃあツワノでも美味しいもの食べようぜ。何がある、ツワノ？楽しみに待ってて。OK です。Tell me what you have to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me what you have to go. 皆さん見てください、ハッピネス福江だって道の駅。ハッピネス福江さん一回来てみたいね。今からツワノに行ってオリに見せたい、というか僕も見たことないんですけども、綺麗な庭があるらしいんですよ。それはそれはすごい綺麗な庭があるらしいよ、日本のね。日本の庭すごい綺麗ね。考えに考え尽くされた庭で、その後にツワノにはお城があったみたいなんですよ。僕知らなかったんですけど、そのお城に行きます。横蔵島根県、これは島根県ツワノ町です。ここ冬は雪降ると思いますよ。と思いますよ、絶対降るよいっぱい降るよ。これです、堀庭園。これ 6.8 キロ、すごいね、この道すごい綺麗ね。今から行くところはなんと中国地方の鉱山を大量に掘り当てた人らしくて、その人がすごい大金持ちになって綺麗な立派な家を建てたらしいんですよ、ツワノに。そのお庭です。うわー、立派ですね。これじゃない？
これかも。すげえな、ここ。着きました。着きました、皆さん。堀庭園。すごい綺麗な小川の、ね、小川の横をずっと走ってたんですけど、ここいいね、本当にでかいです、家が。こんにちは。こんにちは。はい。ありがとうございます。見てきます、はい。もうこの入り口からすごいですよ。そう。わあ、かっこいいよ。すごい。大豪邸です。わあ、this is huge。お邪魔します。お邪魔します、堀さん。わあ。わお。This used to be the main house. 300年前かな。わあ、すごいね。すごいね。I love these. So with this one, you can eat maybe like 30 cup ramen. I'm gonna get Kaito some nice slippers. ありがとう。どうぞ。やべえ、靴下が邪魔になって。はいよ。ちっちゃいね。これ。どうしたの？全然気持ちよくない。堀ちゃん、全然気持ちよくないよ。さっさプルマクシャーで来てるよ、自分。バイバイ、スリープ。だから本当はここに畳があったんだね。木の方が綺麗ね。木の方が綺麗だね。けど、冬寒いぜ、これ。でも畳でも寒いね。畳の方がまだ暖かいよ。本当、うん、But it's not really that low, like compared to the other houses, the Japanese houses that we visit, right? ああ、そうね。There's a lot of headroom here. うん。それは、オリさん、お金持ちですから、ここは。スーパーリッチメンですから。What is this place? Like the main living room? Living space? Yeah, I think so. この水の音、小川の音もこう聞こえて、本当に静かで気持ちいいですね。これは何？お風呂って書いてある。お風呂？お風呂？ここに入る？ね。どんだけリッチでもこんなにお風呂は本当。小さくない？ここ木入れる？ああ、どうなんだろう。どうやってやるんだろうね。ここは堀さん一人で住んでたわけじゃなくて、使用人とか家族の人たち全部で40人も住んでたらしいよ、ここに。 40人すごい ね。これで料理してだから、こんなにでっかいキッチンがあるの、これ。いや、そこもキッチンね。 We're now heading to the most beautiful part of the house, which is the garden. いいね。 Gets pretty lowこれむちゃくちゃ綺麗。わあ、わあ、わあ、わあ。So beautiful. What a privilege to be in this place. Kaito decided to leave his boots, bike boots, instead. He's using. Kaito is like Bambi, learning how to walk. He was a lucky guy living here and waking up every morning to this beautiful garden. この景色はやばいです。見てください。池にこの風情のある家。っていうか大豪邸ですよ、これ。オリ、どうよ。Amazing. They're waiting for the food. I have nothing for you guys.この場所、10月の中旬から11月の下旬にかけて紅葉はすごい綺麗になるので、その時期がおすすめらしいです。しかも夜光を当てるらしいので、夜のデートとかも最高ですよ、ここ。本当に綺麗だよね、ここ。また来ますね、夜の時、うん、いや、最高な庭でした、ここ。これは本当に綺麗ね。 This is probably among my favorite one so far in Tsuwano. 間違いなく僕らまた来ます。The place we're going to right now is the last in today's touring itinerary. Wait, wait, amigo. That was a little bit scary. So yeah, it's the last place we're visiting today. リフト乗り場、これか。今から上の方までリフトで登っていきますよ。楽しみ。もう
じゃあ行くよ。はい。We're going up the mountain. Look at that. Here we go. 歩いた方が面白そうじゃない。 Bye, Kaito. Bye, Ori. Kaito is all the way down there. We are the only ones on this ropeway. I think we came a little bit too late. So on the way up, we're gonna go with these. And on the way down, we have to walk about 30 minutes. So not so bad, but it's all right. We're gonna take our time to visit.Up there, the ruins of the castle, so it's gonna be fun. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Landing. Get it right, Kaito. Landing. Almost right. 15分ぐらいで一番高い。毎日この景色ありますね。すごい綺麗です。頂上行ったらもっといいですよ。もっと綺麗ですか。一目で。ありがとうございます。That was a fun ride. 面白かった。ちょっと古くて怖かったけど。Yes, we survived, you guys. We're here. まだ生きてますよ。Alive. It wasn't that hard, though. 多分5分も歩いてないですよ。僕3分ぐらいで着きました。やっぱりリフト一番大変だった。ガイス、着いたと思ったんですが、まだ着いてない。ここメインのお城じゃないみたいです。お城の跡じゃないみたい。カイト is not 100% a good guy today. リフト降りてから徒歩20分だって、まだ3分ぐらいしか歩いてない。はい。そうです、皆さん、今から元歩きます。降りる。オリが蚊と戦ってます。ふんふん言ってるよ。わやばいよこれ。わHere and you should make it for lunchtime. You have the most stunning view. You can bring your picnic here, some obento, onigiri, or whatever you like, and have lunch with this view. この山、標高362メートルあるらしいです。その上に城を作ろうなんてもうすごいですよ。これどのぐらいかかったかわかる？オリ、作るのに。ああ、わからない。30年ですよ。30年はすごいね。30年かけてこれを作り上げるってすごいよ。オリ生まれてから今までかかってるわけだからね。それ前ね。そうね。すごい。で、じゃあなんで亡くなったか。なんででしょう。教えて。雷です。タンドル。本当？で燃えてしまったらしいです。本当にすごい。これを下から360メートルですよ。のところまで持ってくるって。Wow. どれだけお金と人を使ったのか。すごいね。ただね、本当にこういうところに来るとすごい思います。ここまでしないと命を守れないのかと。しかもここまで下にもかかわらず最終的には自然に負けてしまうっていう。そうね。 Why hadn't we come here before? 本当だよ。そうね。 Such a beautiful place.本当ならオリが今回すごいお団子を気に入ったので和菓子を。He promised me お団子。あのもう時間ない皆さん。もう閉めたね。もう閉まっちゃったんですよ。妻のでも美味しい食べ物をねもう食べてもらいたかったんです。That's another reason for us to come back. そうね。いいじゃない。Yeah, you saved me. You saved your ass. 必ず戻ってきます。今回、津和野町、そして萩の観光コンベンションの方にですね、いろいろ本当に紹介していただいてありがとうございます。そう、本当にありがとうございます。すごい綺麗、この場所ね。本当に、うん、ここだけでなく萩もすごい楽しかったですし、もういいね。いいね、いいね。最高な旅です、今回も。そうね。この旅を気に入っていただいた方。ビッグなサムスアップ、皆さん。そしてチャンネル登録をいつも通りよろしくお願いします。それではまた。
次回お会いいたしましょう。バイバイ。ツワノからでした。バイバイ。From the highest point in Suwano, I guess. そうだね。そうだね。もっとあるよ、もっと。もっとあるけど。We'll say the highest point. バイバイ、皆さん。アスタラビスタ。ベイベー。And hello, guys. We are going down.No lift anymore. It's closed. It was fun. But now we gotta walk all the way back. 蚊がすごい。ウフ。すごいね。ちっちゃい虫上がるね。どこでもある。暑い。これが現実です、皆さん。うわ。うわ。ダメージ away。See you next time if we survive, if we're not eaten alive by these mosquitoes. Bye! Bye!